確か、あの駅は百合ヶ丘駅ね。ずいぶん崩れてる。で俺はどう考えても無理だな。もうダメね。私の代からの店が。俺のコレクションが取り出せないだろうか。俺のコレクションが熱いわね。親父が無事でよかった。入っても大丈夫か。何もないぞ。お嬢さん、見かけない顔だけど、私に何か用？私はこの町でスナックをやってる静香と言います。よろしくね。そうそう、呼ばれてたんだったわ。迎えに来てくれてありがとう。あいつなら山の
ントに炊き出しをやるって連絡に行かせたよ。山の手の住人は来ていねえみたいだな。ああ、俺たちの飯なんか食いたくねえってところだろうよ。やっぱり俺は奴らが気に食わねえ。お高く泊まってよ。そうだ、いつも俺たちを見下しやがる。あんたもそう思うだろう。 いえ、私は山の手の人たちをよく知りませんので。なんだよ、ノリの悪いやつだな。おい、火事だ。山の手で火が上がってる。みんな、消火に行くぞ。すまないが、あんたも手伝ってくれないか。仕留めたな。どういうつもりですか。うん、どういうつもりだ。どういう意味だ。矢車商店街では木切れに火をつけて炊き出しをしていたそうですね。消防署ともまともに連絡がつかないのに、大きな火事になったらどうするつもりだったんですか。ちょっと待て、その言い草だと。このボヤがまるで俺たちのせいみたいじゃねえか。違うんですか。少なくとも我々はこんな非常時に無神経に焚き火をするようなことはしませんよ。ちょっとオーナー、そんな言い方をしなくても。みんな非常時で悪気があったわけじゃないでしょうから。お庭さん、非常時だからこそですよ。悪気がないからといってバッチリを食らったらたまったものじゃない。皆さん、落ち着いてください。部外者は黙っていてください。言わせていただきますが、下町には多少歴史があるようですが、閉鎖的で融通が効きません。この機会に改めていただきたいですね。お前ら山の手はいつもそうやって俺たちを見下してやがる。協調性がねえのはそっちの方じゃねえのか。やめてください。今は言い争ってる場合じゃないでしょう。すいません、遅れました。ボヤですって。
やあ君、ちょっといいかい。僕がいない間に山の手の方で火事があったんだよね。実は僕、山の手の人たちに炊き出しの誘いをしに行くように言われてたんだ。でも昨日の地震から初めてリエ、彼女に会えて嬉しくなって話し込んでいたら火事が起きて。これは話が長くなりそうだけど、もし僕が炊き出しのことを山の手の人に伝えていたら火事が起こらないように警戒できていたと思うんだよ。ああ、それに僕の親父とリエのお父さんが一層仲が悪くなってしまった。ただでさえ付き合うのに反対されてるのに。だから僕とリエとで和解するように説得しようと思ったんだけど、山の手に行くのも禁止されてしまってね。だからこっそり会おうと思ってる。それで説得の打ち合わせをしようと思うんだ。そこで君にお願いがあるんだ。リエとこっそり会うためにこの手紙を山の手に住んでいる彼女に渡してほしいんだ。わかりました。炊き出しに誘ってもらった恩もあるし、手紙を届けます。ありがとうございます。表からは入れないだろうから裏側から入る方法を教えるよ。後で見ておいて。リエの部屋は2階の北側にある。裏庭から窓に小石を当てればリエが家から出てくるはずだ。店は無事かな？じゃあお願いするよ。確か、リエさんの部屋は…おい、そこに誰かいるのか？まずい、このままじゃ…に疑われちゃう。早く逃げよう。車だろう。ならないのか？さて、
つ復旧するんだ。商店街の底力だよ。から元気でも元気は元気だ。やるぞ。とにかく行こう。ナオト君、この手紙は君が書いたものだね。はい。さっきうちの裏庭で放火未遂があった。そこにこの手紙が落ちていたんだ。君がリエと付き合おうとしていることは知っているが、私が合わせないからといって家に火をつけるとは。やはり下町の奴らは信用ならん。災害に乗じて何をしでかすかわからん。とにかく君は危険だ。でも今は警察が手一杯だ。しばらくうちの物置で頭を冷やすといい。リエにこのことを。ナオトのやつ、なんてことにならなければいいのに。とにかく、でもどうしましょうね。普通にリエさんの友達のふりをして入れてもらえないかな。そうね、それならいけるかも。お父さんも友達全員を知ってるとは思えないし。ナオト君が放火を食べてばかり死んだらいいよな。喧嘩だ。山の手に喧嘩なのか。奴らは常識がない。待って、ナオトさんから言伝が。そうだったんですか、ナオト。お願いです。あなたが目撃したという他の真犯人を見つけてくれませんか。真犯人が見つかればナオトも出してもらえると思うんです。ナオトさんとリエさんには幸せになってほしいから真犯人を見つけます。本当ですか、ありがとうございます。でもどうしようね。
真犯人を探すって言っても。そうですね。でも刑事ドラマとかでやってるじゃないですか、現場検証。まずは真犯人を見かけた場所を調べてみたらどうでしょう。何か見つかるかもしれませんよ。水道はいつ復旧するんだ？胃が。山の手にすぐ山の手にすぐ山の手にすぐ喧嘩にならなければいいのに。よし、やるぞ。とにかく肉を食べないと。暑いわね。肉だ、野菜を探しに行くぞ。直人のやつ、かわいい感じ。山の手に喧嘩にならなければいいのに。本当に？喧嘩だ。山の手に喧嘩だ。
つ復旧するんだ。10分後、松野さんから関係者が集まったとの連絡があり、私とカナエさんは中華料理店再起楼に向かった。本日はお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。皆さんに聞いていただきたいことがあります。さて、私が関係者に伝えたいことは、一連の放火事件、真犯人は別にいます。私は放火現場に落ちていた手紙は、直人さんに頼まれ私が落としたものであるということ、私が犯人ではないことは理恵さんが証人であること、そして放火現場にハンカチが落ちていたことを説明した。つまりこのハンカチは真犯人の落とし物ということになります。続けて私は静香ママの証言により、このハンカチがホテル長慶の記念品であること、そしてハンカチの刺繍から13年前料理長だった人物に贈られたものであったことを説明した。つまり犯人は松野さんが料理長になる前、13年前ホテル長慶の料理長だった人物。犯人は野際さん、あなたです。そうです、そのハンカチは私が13年前にホテル長慶で料理長をしていた時にもらったものです。そしてオーナーの家に火をつけたのも私です。近寄るな。オーナー、あなたのせいで私たちは。どうしてこんなことを。私は若い頃からずっとホテル長慶で働いていました。そして努力の末、料理長まで上り詰め、長い間厨房からホテル長慶を支えてきました。しかし10年前ホテル長慶の前社長が亡くなり、社長が変わったばかりの時にホテル長慶は食中毒を出してしまいました。原因は若手従業員の不注意です。しかし新社長からは、お前はクビだ、新しい料理長は松野さん、あなただと。当時の私は家を建てたばかりで多額の借金があり、女房にも
二人目の子供ができたばかりでした。再就職しようにも解雇された料理人も誰も雇いはしません。収入がないまま一年が過ぎ、家も何もかも失い、私は家族と心中を決意しました。しかし亡くなったのは女房と生まれたばかりの息子だけ。私は罪を問われ、小学生だった娘の親権も剥奪されました。それから刑期を終え、生きる意味もなく暮らしていたある日、忘れもしません。オーナー、あなたの店の求人を見かけ、私は復讐を決意しました。そうだ、この子を殺す。そしてあなたにも。このあざは、松田さん、この子は、リエは私の本当の娘ではありません。子供のいなかった私が里親として引き取った子です。あなたの息子さんを疑って申し訳ありませんでした。この通りです。それに私は下町の皆さんを下に見ていたと思う。本当に申し訳ない。いやいや、俺たちも山手の人たちをうさんくさいとか誤解してたよ。申し訳ねえ。それくらいにしたら、せっかくの麻婆豆腐が焦げちゃうわよ。そうそう、島杉さんの豆腐は素晴らしいですな。私の麻婆豆腐にぴったりだ。いやいや、松野さんの味付けも大したもんですよ。こんな繊細な味付け、俺たちには絶対真似できねえ。おい、大変だ。ユリガサカマルシェに泥棒が入ったらしい。犯人はこの界隈をうろうろしていた二人組だし。二人組？まさか君たちが。僕です、ナオトです。逃げてください。線路に上がれるように足場を用意しておきました。町のみんなは宴会で盛り上がっています。今のうちに早く。ありがとう。この恩は忘れないわ。いえ、こちらこそ。
あなたたちのおかげで僕らは交際を認められて、町のみんなは仲直りできたんです。お礼を言うのはこちらの方です。さあ急いで、他の人に見つかるといけないから、こっそり逃げてください。僕らは先に行ってます。